はい、コロナが明けまして、3年ぶりの今日はツアーガイドの仕事です。私は、ワインの輸出が本業なんですが、ワインの産地を神奈川地方の、まあ、ワインのいろいろに、まあ、精通しているというふうにおかげさまで旅行会社さんから評価をされまして、各社から神奈川のワイナリーツアーの依頼を受けたときに、まあワイナリーのガイドをするということもやっております。3年ぶりですね。今日は大手旅行会社さんのこれ高級ツアーです。8日間、前半の3日間を私がワイナリーツアーで担当します。日本からの到着の便、ちょっと遅れてるようですが、今日からまあ私は2日半ですね、日本から来る皆さんをお迎えしてご案内いたします。休憩ポイントです。天気が悪くてですね、バンクーバーからずっと雨、ここ間もなくケローナ神奈川に入りますけど雨ですね。はい、ホテルに無事に到着です。今日と明日の2日間はこちらのホテルです。すごいホテルです。クリスタルで有名なスワロフスキーがデザイン設計した超高級ホテルですね。これはどんなとこなんだ。なんて今日と明日私が泊まる部屋、これどういうことよ。なんだこの部屋、お金マンレイクが見えるよ。いや今までガイドでいろんなホテル泊めさせてもらったけど、いやこのとこにバスタブがあるけど今日ここで入るんかね。これはクリスタルなんだかな。うわ、いやこっちから抜けられるのか。あららら、あらら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 、すごいなこりゃ。これの、はあ、トイレがありの。いやなんかすごすぎて、これから夕食です。こういう大手の旅行会社さんのツアーの場合はいろいろと規定が細かく厳しく設定されています。私は今回ガイドなので、カナダの法律にのっとって8時間以上は仕事をしちゃいけないということになっているので、今日はホテルチェックイン、それからお部屋にお客さんが入るところまで、ですと。そこから先は私はフリータイムだということなので、まあ暇なんでどうしようかなと思って、とりあえず夕食をホテルのレストランに食べに来たんですが、これも全部お支払いいただけるということで、なんだか申し訳ないような
お仕事です。おはようございます。なんとか天気は持ちそうです。This is for us already. Of course, we had very hot for three, four weeks. It is hard to imagine how everything is changing to lush. And I don't know if you, when you dropped flowering, cherries have beautiful flowers. Grapes have no flowers. Tiny, tiny. 中へ入っちゃってください。はーい、はいはーい。ガメイといったらボジョレーヌーボだよねと。そうなんですよ、ボジョレーヌーボというワイン、あのブドウの品種がこのガメイ。いや、今日のこのスペシャル出していただきました、これはピノグリ2006年、ヴィンテージワインです。はい、このツアーのメインですね、これ皆さんを畑の中に、これ関係者以外立ち入り禁止のエリアです。そして今オーナーさんからいただいたこのスペシャルの2006のピノグリ、これを畑の中で皆さんで飲みます。さあ、では皆様、このオーナーさんからいただいた2006年のピノグリです。はい、では行きますか皆さん。はい、飯田さんの分も残してない。飯田さん残さない。はい、ではどうぞ。キノグリです。色した。すごいですね。はい、じゃあこの、はい、このワインのブドウが育てられたこの畑の中で、なんとか雨にたたられず、今日のメインイベントができました。22年産のガメイノワール。さあ、あのお酒としたら多分出来上がってると思います。色はついてますね。でこの後樽に入れますから、樽に入れる前の赤のワイン、あらら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 、これね、普通はね、これ今日のメインイベントなんですよ。はい、あの畑の中とこれが。すごい。So, thank you. So this is unfiltered, no gas, anything. This is natural wine. So, フィルターもまだ通してない前だから少し濁ってます。で、樽にも入れてないから、あのいわゆる赤ワインの深みはないです。これね、だから赤ワインになる途中のものですね。うわうわ、すごいすごい、皆さんラッキーラッキーラッキー。2軒目のワイナリーです。サマーヒルエステイトワイナリーです。ここでランチです。正面です。はい、どうぞ。This is food, okay? So the second one on the menu. And this is our signature sparkling. Hello, I have the Chardonnay. 、ランチも無事に終わりました。次の場所へ向かいます。もう少しね、お天気良くて晴れてくれたら綺麗なんですけどね。はい、お疲れ様です。
はい、本日最後のこれファーマーズマーケットですね、やってまいりました。もう地元の田舎の典型的なファーマーズマーケットですね。日本から来た方はこういうところ大好きです。はい、無事にホテルに到着しました、5時ぴったり予定通りです。ホテルに戻ってまいりました。今日も無事に終了いたしました。こちらのホテルは、スパで有名なホテルなので、せっかくだから入ってみようかなと思ってやってまいりました。すごいですよ、なんだか10種類ですかね、サウナがあるようで、この順番に入っていくんだ。最初の一つ目です、ローズスティーム。うわー、こんなとこに入るんだ。うわ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 、すごいいい香り、なんだこりゃ、若返る。2つ目のお部屋はこれクリスタルスティーム、こうやって10種類全部入るんですね。うわなんだこりゃ、クリスタルね。うわこれはいい香りがする、こういう感じで10種類のいろいろなスティームサウナやドライサウナ、中にはコールドサウナなんてのもあるんですが、時間が決められていて、だいたい5分から15分、10種類を入ると健康的に癒されると。10種類全部入ってみました。若返りました。さすが高級スパリゾートホテル、すごいですよこのゴージャス感。ただ今日は昨日今日と雨で、神奈川地方の割には涼しいので残念ながら長く入れませんでした。次回来るときはきっと35度です。はい、スパから帰ってまいりました。いやいや、神奈川レイクで、じゃあ今晩はとどめにこのお風呂に入ってやります。私の入浴シーンは見せられません。はい、私はここでお別れです。皆さん行ってらっしゃい。お客様はこれからバンフへ向かいます。ありがとうございました。お客様は無事にバンフに向かわれました。ここはケローナ空港です。私はこれから飛行機でバンクーバーに戻ります。予定通りバンクーバーに到着しました。戻ってまいりました。これで私の業務は終了です。ありがとうございました。